河合光は日本の元ラグビー選手。現在は指導者として名古屋学院大学ラグビー部でヘッドコーチを務める。幼少期からラグビーを始める。名古屋ラグビースクール出身。中学時代はバレーボール部。個人として愛知県選抜候補にも選出される。愛知県立朝日や高等学校出身。高校時代のポジションはフルバック。愛知県選抜として 国体出場経験あり。2005年、筑波大学入学。ポジションはスタンドオフ。4年時に、全国大学選手権に出場。ベスト8の成績を残す。2009年、清水建設株式会社に入社。同時に、清水建設ブルーシャークス入部。ポジションはスタンドオフ。2014年、現役引退。 同時に、清水建設株式会社退職。退職後、オーストラリアのクイーンズランド州にある、ジャンクションパークステートスクールにて退役と、日本語のアシスタントティーチャーとして1年半勤務。2016年1月から、地元名古屋にて、国際交流や文化体験、英会話教室を主催する団体、イージー・ボーイングの代表として活動。同時に2016年1月から、 名古屋学院大学ラグビー部のヘッドコーチとして活動。2018年全国地区対抗選手権で初優勝。ありがとうございます。